はい、どうも皆さんこんばんは、サイテイマンです。お久しぶりですね。トワイライトプリンセスやっていきたいと思います。ゴロン鉱山のダンジョン攻略の続きからですね、いきましょう。前回のパートでアイアンブーツを駆使してですね、磁力の床天井みたいなのを歩いていけるみたいなところからです。いきましょう。で早速ね、スイッチがあったんで押していきましょうか。さあ、何がどう変化したのか全くわからないんですが、これがね、磁力の床ですね。おそらくこれを登っていけということだと思うんだが、こっちが何もないと。あぶね、ちょっと待って。そうか、攻撃してくんのか。あれはなんか近づくとビームみたいなの打ってくるんで、まあ無視しましょう。こうやればね、登れるんですよ。でね、これの操作がね、また結構むずいんすわ。この反転するでしょ。今この段階だと操作いいんですけど、反転しちゃうとね、めっちゃ難しくなるんですよね。まあ、とりあえず、お、宝箱入手していきましょう。OK。今横とかだったらまだ簡単なんですけど、天井に張り付くやつとかね、逆になるんでめっちゃむずいんすわ。お、ハートのかけら手に入れました。あざっす。これね、ハートのかけら結構ゼルダのね、やってる方は重要なアイテムなのかなって思うんですけど、何言ってんのかな、重要なアイテムだと思う。何、今日なんか変だな、全然なんか頭が回ってない。ハートのかけらは重要なアイテムなのがわかりますよね。ってことか。よし。で、この動画がアップされているのが、いつになってるのかちょっとわからないんですけど、シンゴジラやってましたね。昨日か一昨日か。なんだ。あ、こういうことか。なるほどね。原始的な方法です。シンゴジラやってましたね。あと前回のパート、前々回のパートでご紹介させていただいた映画のこの世界の片隅に見たよっていう、見てたよとかじゃなくて見たよっていうね、ご報告いただきまして、見てくれた方いらっしゃったんでしょうか。他にもなんかやばかったでしょ。まあ見てない方のためにネタバレは控えたいなと思うんですけど、まあね、あれなんていうのかな、今までにない戦争映画ですよね。うわ、いるな。遠くからちまちま狙ってくるとは卑怯な連中だ。あいつらの弓はこっち届いてないな。でも、ここ走り抜けんのは、あいつらが狙ってるから、相当危険ではあるが、行きましょう。おー、なんかゼルダの伝説って感じするわー。これこの何、奥行きのあるあれを作らせたら凄まじいもありますよね、任天堂って。なんかブレス・オブ・ザ・ワールドの試練とかもそうなんですけど、この奥行きを利用したこの、くそ、あいつら左にドアか、左にドアが一つ、右の方には何かアイテムでも、うわ、いる、あいつはなぜ、こいつどうする。よし、宝箱とりあえず取ろう。大したも入ってないと思います。お、小さな鍵です、ありがとうございます。小さな鍵手に入れたんで、まあ、とりあえずこっちの用はもう済んだでしょう。これコンパスをね、まだ手に入れてないんで分かんないんですよね。あれ、なんか威力、上に磁力の床があるけど登れないのか。そうかそうか。なんでこんな作りにくい設計にしている、ね、あいつら鬱陶しいな。もう無視していこう。この前シンゴジラやってましたよね。この前というか昨日になるのかな。僕がこの動画撮ってんのはシンゴジラ昨日やってて、その次の日なんですけど、動画アップしてんのがいつになってんのかわかんないんですが、シンゴジラってまあ、いわゆる、
まあ、僕は3回見たんですけど、昨日含め3回見たんですけど、あのね、基本的に僕エヴァンゲリオンが結構好きな、エヴァンゲリオンの、まあ、若干違うんですけど、若干世代で、俺が小学校ぐらいの頃かな、小学校ぐらいの時に夜中エヴァンゲリオンやってて、やってて、で庵野秀明のあの映画ですね、シンゴジラって。で結構ね二分するんですけど、シンゴジラの全然つまんないっていう人もいれば、やばいよと、めっちゃ面白いよっていう人もいて、俺は結構めっちゃ面白いよって思う派なんですね、シンゴジラが。何がすごいかって、俺の中で好きかって、実写の映画なんですけど、実写映画にもかかわらず、なんかカット割りとか、シーンのこの転換とかが、シーンの転換というか、その場面場面の誰かが一言喋って、シーンが変わって誰かが一言喋ってっていう感じが、実写の映画なんですけど、実写の俳優さんとか使ってる映画なんですけど、なんかね、アニメっぽいんですよ。なんか待って、あーなるほど、この磁力の床あるじゃないですか、これに張り付いていけってことですね、これ。いわゆるだから張り付いとかないと、これで振り落とされちゃうってことでしょ、要するに。まあ、これ判定するのむずいわ、判定するのめっちゃむずいわ、これまずい。こういうことです、こういうことです。で即戻し、ここも判定 OK。 やばっ、これこの反転状態で歩けたら一番いいんでしょうけども、 OK。 行けました。あとはこのマップでやり、向こうにも一応行けるところがあるが、まあまあまずはこっちから行きましょう。アニメのシンゴジラの、なんだ、またなんかいるな、あ、そう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 、この人です。この人を集めて、確か何人かいるから助けろみたいな前回のパッと言ったんですよね。おお、お前さん、こんなところまでよく無事に来なすった。わしはゴロン族四長老の一人、ドン・エビーゾ。わしを訪ねてきたということは話はもう聞いておるな。さあこれを持っていくゴロ。そうそう、この鍵のかけらを、3つに割れた鍵のかけらを集めて、今これ2つ目ですね、だからあと1つです。もう一つお前さんを見て思い出した。この鉱山には古の勇者が残したと言い伝えられる武器がある頃。そうそう、このダンジョンに、ゼルダの伝説でダンジョンごとに、アイテムが、強力な武器とか、アイテムとか、盾とか、そういうのがあるんですけど、それをまだ入手してないんだよな。危機に瀕しておる今こそ役立てる時じゃろ。勇者の武器はこの先で大切に保管しておる。万人に話して持っていくといい頃。大切に保管しておる。あ、この上ってことか。ゼルダの伝説の一つの楽しみでもあるんですよね。このダンジョンに行くってことは新しい武器が手に入るみたいなことで、あれ？いないじゃないか。あ、この上か。なんだ、いないじゃないか。万人とか言っているが。え？俺下から来たよね。下から来ましたよね。あら？うちで合ってんのか。え？俺下から来なかったっけ？あ、上から出れたってこと？ははは。なるほど。これを伝ってけってことか。なるほどね。こういうことですね。で、なんだ、シンゴジラ。シンゴジラの話の続きなんですよ。なんか俺のゼルダの、このトワイライトプリンセスの枠、なんか映画の話する枠みたいな、雑談の、主に雑談を中心にやっているみたいな実況になってますけど、まあまあ、ダンジョンとかなんでね、基本的になんか映画の話とか、おすすめの映画とかご紹介できたらなとか思ってるんですが、シンゴジラはまあ昨日地上波でやってたんで、見た方は見たかなと思うんですけど、俺ね、ゴジラが、完全にあれね、
何使徒なんですよね。庵野秀明が、待て、ボスがいるぞ、ここボスがいるぞ、皆さんここボスいますわ。今ここ鍵かかったんで、シンゴジラの話は後にしましょう。まずはこいつを攻略する。まずはこいつを倒す。うお、人間、人間がこんなところに何しに来た。ここには誰も近づけない。宝を狙う奴は許さない。なんだ、相撲でもやるか。うわっと、うわ落ちちゃったよ。なんだ、相撲でもやるのか。ほう、面白い。まず磁力を張ってないとガードします。盾でよし、それガードしてくるな。ただこの磁力の靴履いてたらガードします。あ、わかった。おそらくこいつが腕とか上げてる間に攻撃して、いわゆるタイミング3発入れてガード。弱すぎるぜ。俺はライネルを倒してるんだぜ、ブレスオブザワイルドで。それもノーダメージでね。マスターモードのライネル倒してるんですよ。始まりの大地のライネルに比べては、こんなやつただのガスでしかないですわ。こんなタイミング俺が測れないわけがない。効かん効かん。ここ3発いけますね。4発いこう。なるほど、これで落としていけってことだ。ここは欲張らずに入れます。ここ4発いけますね。OK です。なるほど、方角を合わせて投げろってことです。要は投げる方向を溶岩の方にしろってことですね。攻撃入れて、こっち方面から、端っこの方から投げろってことです。要はこう回り込んで、これガードだな、こう回り込んでこの角度ですね。 OK で、これだと多分溶岩に落とせます。これを繰り返して倒せってことです。これもガードしましょう。いけます。もう完全に掴みました。掴んで角度で落とすと、攻略法さえ分かってしまえば大したことないです。くそ、相手で人間のくせになんてやつだ。ごろ、もしかしてお前族長のところへ。こいつゴロン族じゃないか。よく見たらこいつゴロン族じゃないですか。よし、古の勇者の武器持っていけゴロ。その代わり絶対族長のこと助けるゴロよ。うん、助けるんだが、気になるのが古の勇者の武器これだよな。俺の予想だと弓矢じゃないかな。古の勇者の武器ってことは、でもブーメラン出たもんね、森の神殿で。だから被るか。フックショットはまだ早いとして、何がある、ちょっと楽しみですね。何でしょうか、古の勇者の武器。なんだろう、普通に考えたら弓矢ですよね、古の勇者の武器ってことは。でも森の神殿、前回のパートの、前回の神殿のダンジョンのあれでブーメランが手に入ってるんで、なんだ、まあ、何が出ようが楽しみですね。あ、弓矢か。まあ、やっぱ古の勇者が残したっていう武器はやはり弓矢かフックショットかってことですね。勇者の弓を手に入れたと。でもパチンコ持ってるけどな俺。かぶるんじゃないの、パチンコと若干。30分まで撃てると。はい、弓矢を手に入れたことによってですね、遠距離まで攻撃が
可能になったかなと思います。あ、早速使う場面がありますよ。だから要はこういうことです。ですね、こういうことですよ。要するに、ただ俺死にかけてんだよな。危ねえぞこれ、死にかけてんだ俺。ただこのゲーム、トワイライトプリンセス、まだムシラの仮面と違って優しいのが、ダンジョンの何、最初初期位置からじゃないんですよ。それがありがたいんですね。アイアンブーツか、あ、掴めないか。なんだっけ、これって何やるんだっけ。武器とも思えない、押すとかでもないと。弓矢、とりあえず回復しよう。とりあえず回復します。よしよしよし。で、なんだっけ、何の話してたっけ。シンゴジラだ。シンゴジラのなんていうのかな、完全にシンゴジラって俺が思うシンゴジラなんですけど、あれはもう完全に庵野秀明の怪獣を作りたいっていう映画なんじゃないかなって思ってます。なんかメッセージ性があるとか、要はだから原子力の影響でゴジラって誕生したんですけど、放射能、原子力じゃないわ、放射能の影響で誕生したんですよ。で、その原子力のがどうこうみたいなことを言いたげな風に取れるんですけど、俺は単にね、庵野秀明が なんだよお前、なんだあいつ、弓矢だ、弓矢です。なんかめっちゃ動き出してん、こういうことでしょ、こういうことじゃないですか。あ、掴めるようになったと。あ、なるほどなるほど、掴めるようになったってことなんで、じゃあ反対側行けるわ。とりあえず行き止まりの方から行きます。まずい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 、めっちゃ狙われんなここ。こいつを やりたいんですけど、よし、待て、こいつら仕留めないといけないな。いけるか、いけるいけるいける。とりあえずこの奥から行きます。とりあえずこの奥から行きます。お、いた、もうボスが近いということですね。つまり、おお、ようやく来てくれた頃か。お前さんが来るのは分かっておった。わしの持つ鍵が最後じゃ、受け取って3つを合わせる頃。はい、ボス部屋の鍵をが完成いたしました。ボスの元へ急ごうってことなんですけれども、その鍵を使えば族長ダルボスを封じた間が開く頃、おぞましい異形の姿に変えられたダルボスの力は計り知れない。じゃがわしはここまでたどり着いたお前さんの力を信じよう。さあ族長のいる間に急ぐ頃。族長のいる間、つまりボスがいる間ということなんですけれども、あ、剣抜けないのかここ。ボスがいる間ということなんですけれども、お、アイテムか、ありがたいです。あ、50ルピーね。ハートのかけらがもう一個このダンジョン内にあるはずなんですけど、まだ手に入れてないな。取り逃した可能性があるな、ワンちゃん、もしかしたら。取り逃した可能性があるな。ここはさっきみたいにはしごがあるとかはないのか。ないんですね。じゃあまあ下のところまで行ってこのパート切るか。下のとこまで行ってこのパート切りましょう。まあシンゴジラまだね、昨日、まあ昨日か一昨日かやってましたけど、見てないよっていう方、まあいらっしゃるかなと思うんです。であんまり詳しい話はせずに言おうかなと思います。 OK、 この奥ですね。なんか繋がんのかな、下マップとマップが。行き来が楽になるのかな。あ、これボス？
あ、もうじゃあボス戦いきます？このパート内で。あ、違うか。ボス戦じゃ、あ、ボス戦じゃないですね。じゃあ一旦この辺でこのパート切りましょう。またじゃあ次回この続きからですね、やっていけたらな。エンディングを撮ってるんだコウモリよ。またこの続きからね、やっていけたらなと思います。ということでまた次回お会いしましょう。まあ、次のアップはね、かなり早くアップできるかなと思います。ということでお疲れ様でした。ありがとうございました。